トーマスビルはアメリカ合衆国アラバマ州クラーク郡に位置する都市である。2000年現在の国勢調査で総人口は4649人である。トーマスビルは北緯31度54分40.666秒、整形87度44分24.133秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によるとこの都市は総面積22.7、 平方キロメートルである。このうち22.7平方キロメートルが陸地で、水地域は存在しない。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口4649人、1794世帯及び1230家族が暮らしている。人口密度は205.1、軽平方メートルである。90.5、 経平方メートルの平均的な密度に2052件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人52.33%、アフリカンアメリカン46.27%、ネイティブアメリカン0.09%、アジア0.32%、太平洋諸島系0.00%、その他の人種0.52%、および、 根結0.47%である。ここの人口の0.90%はヒスパニック、またはラテン系である。1794世帯のうち35.6%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、45.9%は夫婦で生活している。19.7%は未婚の女性が世帯主であり、31.4%は 家族以外の住人と同居している。29.5%は独身の居住者が住んでおり、12.5%は65歳以上で、独居である。一世帯の平均人数は2.47人であり、家庭の場合は3.06人である。人口の28.4%が18歳未満で、8.4%が18歳から24歳。 26.7%が25歳から44歳。22.8%が45歳から64歳。13.8%が65歳以上である。平均年齢は36歳である。女性100人に対し、84.0人が男性である。18歳以上の女性100人に対し 80.、80.8人が18歳以上の男性である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は 26,549US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 32,476US ドルである。男性は 32,212US ドルに対して、女性は 21,319US ドルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は 14,916US ドルである。 人口の23.5%及び家族の20.6%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の31.9%及び65歳以上の25.2%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。